はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず7つの大罪は全部倒したので、まあ、物語をまた進めていきましょう。ノルエンデ渓谷ですね。今敵はエンカウントがちょっとゼロになってるから、まあ、ここの洞窟から、まあ、ノルエンデの大穴のところに行く感じですね。まあ、敵は65から69の間だからそんなに苦戦しないかな、多分。お、ブレイブアタック。お、コボルドじゃねえかよこれ。コボルドって最初の方雑魚で出てきたやつじゃなかった？まあどうせ強いんだろうな。マグノリア、よし、いけ。これで倒せるかな。4000、なんかあんまり強い気がしないな。あー、クリティカル出ると強い。無双できるな、やっぱり。エクスポーション、まあここは多分そんなに長くないと思うんで、基本マップは変わってないですからね、前作と。もうリピートでいいでしょう。おお、2000、3000、1500。あ、属性のダメージがあるからか。でもこんなところを走って登るなんてすげえよな。体力ありすぎだろ。この先は危険だぜ。で、蝶々か、多分。こいつずーっとここにいたのかな。7つの大罪を倒すのに宿屋に1回ずつ泊まったから少なくとも10日は経ってるからな。こうやって見るとしょぼいよな、この蝶々。ただの小さい蝶々だし。お前は。どうしてここが。確かに、どうしてここが分かったんだろう。やはり邪魔しに来るのです。変わり身早いな。さっきちょっとびっくりしてたじゃん。どうしてここがみたいな。まあこいつはなんか結構気の強い感じだからな。あんね。お前が魔王の黒幕か。魔王の黒幕って何？答えはノーですわ。魔王を生み出しているのは私のご主人様。ご主人様だって。ご主人様。こいつはご主人様がいっぱいいるんだよ。皇帝は、兄さんはもういないじゃないか。おっと、あなたのクソアニのことではなくクソアニ呼ばれされてるよ。念のため、私の真の主は深海に追わせあらせられる神。追わせあらせられるってなかなか難しい言葉を使いますね、こいつは。海からる深海からこのルクセンダルクの信仰をなさるお方。ルクセンダルク、なんで信仰したいんだ。魔王はその先兵ですわ。でもずっと月に阻まれていましたの。私の使命はプロビデンス様のご降臨のため、今今しい月を排除すること。月の排除かだったのですが、もう月などいらん。でも、もうそれも必要ありませんわ。だってここが、この地がなんと深海につながっていたのですもの。深海とこの大穴の跡地が。ええ、あとは送り込まれる元気満タン魔王を、元気満タン魔王って口に送り出し、さらにはプロビデンス様のご降臨を待つばかりですわ。ですわ。この女なんか危ねえな。ここまでいろいろと面倒くさかったですこと。よりにもよって敵方についた妹の企みを阻止したり、ホーリーピラーを立ててくれそうな心がピュアなアホを見つけてそそのかしたり。ちょっと待てお前、それは兄さんのことか。それはクリリンのことか。
目覚めろユウ、スーパーサイヤ人に。戦闘民族、その血が騒ぐだろう。まるで操り人形のようにね。それはクリリンのことか。このろくでもない世界をなかったことにして書き換えること、それがあなたの使命。どんな犠牲を払い、どんな罪を背負ってでも世界を変えなければならない。そう吹き込むと彼は面白いように、その考えに染まっていきましたよ。その使命のためなら愛する弟さえ殺そうとまでした。私の目的のために用意された偽物の使命だとも知らないでね。本当に愚かな男でしたわ。兄さんを侮辱するな。最後の最後で兄さんはその邪悪な使命の鎖を断ち切ったんだ。自分自身の意志で俺たちを、この世界を救ってくれたんだ。その意志は誰にも侮辱させない。俺が絶対にそうさせない。立派な覚悟ですこと。でもそんなことできるかしら。まあできるね。今はゴリ押しだから、ゴリ押しで倒せるから。このルクセンダルクは確実に滅ぶ。あなたのルクセンダルクが滅んだら意味なくね。何のために降臨すんの。簡単に滅んでしまうのですわ。やっとこの時が。もうなんか目的を達成したって感じだな。こいつなんて気持ちのいい。お前は用なしだ。プロビデンス様がご降臨遊ばすまでのしばしの間、遊んで差し上げますわ、うん、その余裕が自分の滅びを招くんだ。あ、なに変身すんの。おお、変身しそう。爆発してるし、自身が大丈夫か。おお、豪華になってる。豪華になってるけど基本変わんねえな。どうしようかな。とりあえずちょっと虫眼鏡をかけよう。デフォルトで、こいつはそうだな、一応物理防御力から上げていくか。フィジカルガード、うわ破砕。15万か。弱点比、あ、弱点比か。ってことはこいつあれだな、ウォーヘッドかけよう。10ターンの間、まあ、10ターンあれば十分だろう。あと一応マジックガードも貼っとくか、念のため。ファイアヘッド。うん。今のところはこれでいいかな、じゃあ。結局高貴な鷹をかけるから、そうだな。お、属性攻撃力上げる。5ターンか。うん、かけとこう。かけられるときにかけとこう。お、何何。教えて差し上げましたよ。私の使命は。こいつめっちゃペラ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 喋んな。その使命のために。口の軽い女だな。対してあなたたち人間は生まれ持った使命などない。人間は自由だからな。だから迷ってばかりいる。いや、それは自由だ。弱さ、お分かり？お前が分かってないんだな、人間の力を。地球人を舐めるなよ。私ためだけに生きる。それが私の唯一の存在する意味。さあ、私の全存在をかけて殺して差し上げますわ。あんまいいことではなかったな、別に。おわ、なな優雅な、え、ちょっとわからん、何が起こったんだ今。とりあえず攻撃に入ろう。高貴な鷹で、ウルフファング、バイソンホーン。こいつは攻撃がいいね、普通に。一応先行してスピードアップをかけとこう。で、ティズはんー、どうするかな。防御力貫通、あー、そうか、あれか、1使うのか。ってことはもう普通に攻撃した方がいいな。よし。お前ら妖精族は一体何なんだよ。何と聞かれた。これは妖精族と人間の存亡をかけた戦いだ。 あなたたち人間は
何なんですか。お前ら妖精族を滅ぼす。まともに相手しちゃダメよ。私たちは神の意志により誕生する忠実なしもべ。エアリーは私の次に誕生した妖精なのですよ。私の次ってことは、こっちが姉か。ということはないのですが、彼女の主ウロボロスは主が違うの。狙っていたでしょ。私としてはさすがに感化できませんでしたわ。あなたが妹の企みを阻止してくれて本当に助かりましたわ。兄弟仲は悪いみたいだな。それが形を変えてこんな障害に育つとは。まあ元はといえば私が撒いた種。そうだな。綺麗さっぱり刈り取って差し上げましたよ。まあ刈り取られるのは自分だけどな。スピードアップ。ほら2000、4000、6000だから、うん、1万は超えるな。5000のこれで9000。おし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 、1万5000当たる。クリティカルよ、出ろ。クリティカルしたい。なんで蝕むって。え、なんだなんだなんだ。最大ヒットポイント1、ボルテックス。危険だ。なんなんだ一体。後期に当たか、遅いよ。どうする、ヒットポイントいくつ。7万か、いけんなこれ。また全生命力をかけて。スピードは速くなってるからいけるはずだ。マグノリアが鍵だな。こいつが攻撃できれば問題ないはずだ。イデアは死んだままほっとく。よし来た。8000、9999、7000、強え。絶対いける。お、めっちゃ強え。三刀流超強い。無双だ。ですわ。情けない死に方をしにおって。よし、オデッセイドーン、ロイヤルクラウン。あいつ帽子かぶってたか。まあでもいい防具を手に入れた。飛んでるんだ。やってくれましたわ。でも時すでに遅しか。手遅れでしたよ。じきに深海からプロビデンスがご降臨される条件は何なの。ご降臨遊ばしますわ。あなたたちはせいぜい滅びの時を待ちなさいですわ。こういう時にも敬語使ってくんだな。電子様、お前は立派に輝いたよ。ゆっくり眠れ。プロビデンス様。アルタイルになってる。アルタイルさん、ちょうど話を聞きたいと思っていました。深海に乗り込む方法を教えてくれ。ああ、おそらくベガはその邪神に取り憑かれてしまっている。プロビデンスは邪神なんだ。改めてすまない。なんかいい神様いねえんだなこの世界に。君の故郷を滅ぼした魔王ディアマンテもベガの思いから生まれたものだろう。いいえ、アルタイルのせいでもベガさんのせいでもないわ。アルタイルは呼び捨てで、ベガはさん付けなんだ。悪いのはあくまでベガさんに取り付いて利用している邪神。倒すべきはそいつよ。てか邪神何人いるの。アルタイルさん、あなたは俺たちの大切な仲間です。仲間の大事な人が囚われてるというのなら俺たちは。そうだよ、深海に行くよ。迷うことなく助けに行きますよ。どうやって行くんだよ、教えてくれ。うん、目指すは邪神プロビデンスの撃破からのベガさん奪還だね。君たち本当にいい子たちだな。君たちと一緒に旅をできたこと。お前はほとんど眠ってただろアルタイル。誇りに思うよ。何言ってるの、一緒に旅を続けるんでしょ、これからも。こんな時君たち流ではこう言うんだろう。ガンバリベンジだよな、ユウ。そうは言わないけどね。皆さん、なんかリベンジすることあるか。それじゃあどうすると言っても、ここでその自信が現れる。これはこっちから攻めるべきだよ。ないかしら。乗り込もう。そうだ、乗り込むんだ。深海へ。先生、私は深海への道を開く研究に心血を注いだが、ついにそれが叶うことはなかった。しかし今この地を見て大いに驚かされたよ。この地と
深海とのつながりの深さは異常だ。もともとノルウェンデってなんで滅んだんだっけ。ここならば、それが覚えてないな。なんか特殊な地だったんだっけ。こっちに来てみてくれ。イエス。これが、いや、あんまり変わってなくね、移動してなくね。しっかりするのよ、イデア。何やら異様な霧がかかっていますね。あ、これ霧だったんだ。ああ、あの黒い霧、次元の揺らぎが起きている証拠だ。聖魔の決戦と天使の降臨、なんか難しいこと言ってんな。闇の大穴と光の対戦、この地にまつわる全ての因縁がここに集まり、次元の揺らぎを生み出したのだろう。それで私たちはどうすればいいかしら。確かに、何すりゃいいんだよ。あの黒い霧を消し去ろう。その奥におそらく、ユウ、君の持っているペンダント、それには異世界のものと交信する力があると言ったね。そんな力あったっけ。そのペンダントの力を利用すれば、次元の揺らぎに作用し、黒い霧を晴らせるかもしれない。なるほど。みんなで祈りを。あ、祈るのね。はい、やってみます。4人で祈んの。まだ足りないの。いや、足りないよ、全然足りない。苦しそうだな、祈るの。あ、ペンダント。私も。あ、アニス様、まだ開かない。アニエスの近くにジャンとかいなかったっけ。あいつらの力も借りろよ。いや、ジャンとニコライさん、力を貸してくれ。力を貸してください。プッシュ X って。いや、とりあえず連絡するか。おお、お、すげえすげえ。手が疲れてきた、もうすでに。さらに祈りを捧げるんだ。祈れ祈れ。おらら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 。やったやったやっと深海とつながったぞ。この大笑い飛び込むのか、こいつらは。やったわね。え、祈るよってそんな疲れんの。体力消耗すんの。さあ、行きましょう。え、これマジで戻ってこれるかどうかだよ。邪神プロビデンスを倒し、ベガさんを救い出すんです。いや、どうやって行くの。ああ、そのまま進むのね。おお、どこだこりゃ。深海への道。あの、後ろにロープウェイみたいなのが見えんだけど、スキー場じゃん、ただの。ここが深海へと続く道。雪？スキーが好きだったの、こいつは。アルタイル。魔王戦で見える異想空間と同じ。ああ、ベガの思いが空間に影響を及ぼしているのか。これは私とベガの。なるほど、雪山で出会ったのか。はいはい、二人の出会いのエピソード気になります。聞いちゃうか。プライベートは他人に話さない主義なんだ。仲間の君たちは特別だ。大いに参考にして。参考になるのか、そもそも。ふむふむ。ベガとの出会いはスキー場。スキー場とかあるんだ。リフトでたまたま相乗りしたのさ。ところが吹雪でリフトが止まってしまってね。そんな吹雪があるのに好きしてたのかよ、お前。花を取ってプレゼントしたのさ。いや、意味がわからん。なんでリフトから花が取れんだよ。初対面の女の子にいきなり花をあげるのはどうかと思います。
でもね、そりゃそうだろ。それ怪しいだろ、だっていきなり花なんてプレゼントされても。吹雪で止まってんだぞ、リフトが。思い出が今犯されてるんだね、邪神ってやつに。全く参考にならない話だったな。解き放ってあげなくちゃ。戻った、ティーズに。邪神の呪縛から。でもこのフィーンってなってるところから出られそうだから、とりあえず進めば近そうで近くない。一回セーブしよっかな。じゃあ戻って、68から72か、適正レベルは。うん、全然大丈夫だな。じゃあちょっと一旦セーブをして、今回はこれで終了して、まあ次回深海の道をやっていきたいと思います。